今日はですね、樹脂粘土を使ってご飯を作りたいと思います。用意するのは白の樹脂粘土ですね。で、これはですね、作り方っていうほどのものではなくてですね、ただこうやって小さく丸めていくんですね。こんな風にですね、一粒ずつがお米の楕円形の形になるようにひたすら丸めていきます。で、ある程度作ったら、こういうお茶碗にですね、粘土で揚げ底をして、で、この揚げ底にした粘土にですね、ボンドとかを塗って、で、お米を貼り付けていくっていう、これがご飯の作り方ですね。で、このお米を一粒ずつちねって作るっていうのはですね、すごい大変で、時間もかかるしですね、辛い作業なので、そういう場合はですね、こういう粒状ペップっていうものを使う方法もあります。これはですね、多分造花とかそういうのに使うものなのか、ちょっとよくわかんないんですけれども、お米みたいに小さい白い粒なんですね。これをお米の代わりに使ったりもできます。ただこの粒状ペップって粒が丸いんですね。お米みたいに楕円形じゃないので、これでご飯を作るとですね、アップにした時に、まあ、ちょっとリアルじゃないっていうデメリットがあります。粒状ペップを使う場合はですね、このモデナペーストっていうペースト状の粘土を混ぜると少し見た目が良くなりますね。これでご飯の完成ですね。粒状ペップを使うとやっぱりアップにするとどうしてもリアルじゃないので、クオリティを重視するなら、大変ですけど一粒ずつお米を作った方がいいと思います。ということで、ご飯の作り方でした。ではでは。